それは言えるじゃん、はい、絶対っていうのと、まあ9000人を1億人に拡大解釈って、だって10万倍に拡大解釈して成人男性に当てはめてる数字を、それもどうなのよみたいな、うん、だって怪しいですね。まあまあまあ怪しい、統計学的に成立する数字なのかどうかってところがまず一つって。だってパチンコ1000回転だけ回してさ、確率が分かんないやつ、あと2回当たったからこれ確率500分の1だって言ってるみたいな、うん、乱暴に言っちゃえばね、うん、いやいやサンプルその数どうよみたいなこともある、うん、でそれでこの280万人って何の数かって言ったら、いいですか、ここ大切なんですけど、皆さん、あの一応ね、今の成人、日本の成人の中で一生のうちで、要するに過去も含めてこれから死ぬまでも含めて一生のうちでギャンブル依存症になるリスクを背負ってる人の数、いやだから一生の中でそうギャンブル依存症になっちゃうかもしれない、もしくは過去になってたかもしれない人の数がその数なんです、成人男性の 2.7% というふうに言われている。何かを断言しているようで何も言ってないような文言じゃないですか、それって、うん、なんだけれども、これはだから280万人いるっていうふうに厚生労働科学研究班が言ってるわけじゃないってことは皆さん知っといてもらえて、うん、そういうリスクがある。でもう一個、そのさらに細かい数字があって、でこれがね、今過去1年、今を含めてる、今から遡って過去1年間の間におそらくギャンブル依存症という症状だっただろうというふうに推定される人が、成人のうちの 0.6%、 要するに、まあ、900人のうちの 0.6% がそうだったから、これも拡大解釈、うん、そうそう、それ込みなら 100% とも言えるって。いやそれはそうですよね。まあそうそうなん、うん、でそれは0.6% で、だから今1億人拡大解釈すると60万人だろうって言われる、うんうん、それは実際の依存者が1年以内、1年以内、うん、ここ1年ぐらい、ここ1年間で明らかにギャンブル依存症だったであろうというふうに、推測される人の数が、まあ、900人を対象にした数を1億人に当てはめると60万人いるんじゃないかなという、いやこれってもう僕思うんですけど、こういう数字出して飯を食ってる人がいるってだけの話じゃないですか。飯はね、依頼されて、そう依頼されて、その提供して、その提供料をもらう、で提供されるマスコミもマスコミでこっからの引用ですよって言えるってだけで、飯を食ってる人がいるだけの話で、この人作ってる人も本当はこんなことねえけど、まあでもこれでペペってやればね、大都市で900人サンプル取ればこれぐらいのお金がじゃあテレビからもらえますよとかっていう話の歯車でしかないような、うん、あのね、真面目にやってる気がしないですよね、うん、いやいや、ただテレビから厚生労働省が金もらってるわけじゃないから、それはあれなんだけども、うんうん、一つかなり今突っ込んだことをマリブが言ってるんだけども、その、要するに、厚生労働省の予算の中でいろいろ予算があるのよ。その中で科学研究費っていうのはあって、それを使ってやってる。でそれをやらなきゃいけないのは、今これだけ叩かれてる中で対策をしなきゃいけない。で主観がね、どこになるか、要するにこの依存症対策の主観をどこの省庁がやるかってことはまだちょっとこれからのことなんだけど、今のところまあ厚生労働省だったり、その科学研究班だったりがデータに関してはやってる。ただただこういう数字、このぐらいの数字を出した方がその医療の分野、厚生労働省がリーダーシップを取って医療の分野にいい仕事が来るかもしれないって、ちょっと、深読みしちゃえばね、のための数字かもしれないぞっていうことは言えるかもしれないってこと、これは分からん、うん、まあマスコミに提供してマスコミが金払ってるわけじゃないから、そこで金儲けしてるわけじゃないんだけども、そういう、いや、なんか全体的に見た金の流れの歯車で出された数字、だからまあまあここね議論すると、まあまあちょっと依存症問題は今後も折を見て何か新しいネタが出たらやっていこうと思ってるけど、今ちょっと皆さん分かってほしかったことは、536万人あの4年前の数字よりも新しい数字が今もうちょっと詰めた数字が出ましたというのが一つで、280万人という数字は今現在日本に280万人いるという数字とは発表してませんよっていうこと、これは分かっておいてほしい。
あの一生の中でリスクがあるかもしれない人が280万人、うん、で60万人は本当かどうかわからないけども、これは過去1年にそう、ギャンブル依存症だったかもしれない、重症だったかもしれない人の数字が60万人って言われてますという、厚生労働課検の出してきた数字はそういう意味ですっていうことだけは分かっておいてください。これ分かってないとまたね、ギャンブル反対派の政党はね、この依存症だわ、この数字見てみないふりして536万人いますとか未だに言ったりするのよ、あのそういう演説で。だからこれはちょっと数字意外にね、擁護派の方が反対派の言ってることを論破するためにこういうことを勉強してるんですよ、うん、結構。だから僕ら自身そうです、パチンコ業界でパチンコなくなったら困る人間じゃないですか、うん、僕ら、はいはい、うん、だからこれはあのファンの皆さんもパチンコライターの皆さんもこういうのはちょっといろいろ言ってきたとき、うん、いやいやいや違う、もっと新しい数字出てますからと、うん、しかも280万人いるなんて厚生労働課は言ってないからっていうふうに論破してほしいの、みんなも、うん、っていうような話です。これまあまあ知識の話。あ、ご入会ありがとうございます、ありがとうございます。900人の中に18歳以下や、18歳以下入ってないですよ、もちろん成人の、成人の大都市にいる成人の人を対象にして、そう、そう成人です。だからしかもまあパチンコ19歳でもできるけど成人だそうですよ一応。で成人でしかも、無作為抽出したとは言ってるけど、無作為どういうふうにしたのかはそこまで僕も知らない、うん、サンプル少なすぎるけどね。そう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 なのよ、うん、真面目な話するなら岡崎さんも呼べばいいね。岡崎さんはあのさっきの放送終わってもう飲み行っちゃいました。そうです、ポッカさんね、はい、あの別チャンネルのニコナナチャンネルの方でポッカさんのみそぎのお時間という番組やってたんですよさっきまで。あ、みたいですね、うん、そうなんですよ、実は両方見てた人はいないかな、うん、僕ははしごで、ポッカさんが先月酒飲んで酔っ払った状態で番組やったっつって、あのちょっと罰ゲームみたいにされて、はいはい、で実はその時に一緒にその番組直前まで一緒に酒飲んでたのが俺なんですよ。だからこれは僕も一緒に懺悔しようと思って来たらなんかむしろいい思いしちゃったっていう、さっき。なるほど。あ、上下さんはいい思いした方なんですかね、うん、なんかねポッカさんの、はい、ポッカさんの話を理解できたら、キサラギサヤちゃん、あ、キサラギサヤちゃんでいいんだっけ名前、キサラギサヤちゃんっていうアシスタントのグラビアアイドルの女の子が1枚ずつ脱いでって水着になってくれるっていうやつをさっきやってたの、はいはいはい、放送事故、うん、でそれを俺も懺悔しようと思って来て、はい、ある席に座ってたらサヤちゃんがだんだん近づいてきて脱いでくれていい思いしちゃった俺。あ、そうなんですか。だから今日はこの番組をそういう思考でいこうってさっきまで考えてたんだけど、はいはい、いい話があったらシルビーが1枚ずつ脱ぐ。ちょっとなんでおかしいおかしいおかしい、ダメ今日2枚しか着てない2回いい話してるの、いい情報で終わっちゃいますからね、2枚しか着てないっていうだけでもね割といい情報ですやばい、よし入会しようってこれやだ、今冗談ですからねこれ期待してよしやろうって言うよな、それみんな。それね、入会しちゃったらやんなきゃいけなくなっちゃうんで、ね、もうむしろ入会しないでください。入会しないでください。いや、しないでくださいじゃないけど、今のは冗談です。マリブ脱いで、マリブを。ええー、僕はもうちょっと NG なんで、ちょっとすみません、今日は。入会しますの、はい、入会父になった時やばいだろ。入会ね、父会ね。まあまあまあそんな話をやって、まあまあ今の冗談です、はい、危ない危ない僕で我慢できるんですか、マリブで我慢するかっていい人だねマリブで我慢してくれるんだからね、わ、うん、かりました。まあそんなこんなで8時半になりました、ぼちぼちメインテーマ行ってみたいと思います、はい、これはまあ実際もうずっと僕も言ってる前回のギャンブル依存症問題にも関係してくるけども、そもそもパチンコって有意なのギャンブルなのっていうメインテーマです、はい、だってギャンブルじゃないんだったら依存症も減ったくれもないじゃんみたいな話になるんだけども、うん、これはギャンブルじゃないってもう今更言えない、状態になってきてるんで、うん、そもそもこの話の大前提からいくと、そもそもずっと昔からねギャンブルとかパチンコに反対する人たちや政党の人たちは、うん、だって実質的にギャンブルじゃんみたいな、うん、ギャンブルじゃない遊戯だとかでギャンブルじゃんみたいなことをずっと攻撃してきてたわけですよ。これは去年の11月
一旦のちょっと決着がついたみたいなことがあって、ああの文言で、うん、はいはい、してるでしょ、はい、してるでしょ、はい、直ちに、うん、民主党の、うん、直ちにっていうのはそれは昔から言ってきた、それがちょっと変わったんですよね、うん、直ちに違法とは言えないって警察が言って、うん、直ちに言えないって漠然としてきた。